13番ホール377ヤードパー4、ほぼまっすぐの心持ち、打ち上げのパー4です。13番ホール永峰選手のティーショットです。綺麗なフェードでフェアウェイと真ん中です。13番ホール和田選手のティーショットです。ナイスショットです。これはかなり飛距離が出てそうです。芹川選手の13番ホールティーショットです。これもナイスショットです。永峰選手のティーショットがフェアウェイ真ん中で、残り190ぐらいの上りです。フェードがかかってグリーン右手前ぐらいでしょうか。芹川さんのセカンドショットです。残り175ぐらいでしょうか。ちょっとグリーン左に行ってしまいました。和田選手のセカンドショットです。すっごいロングヒットでした。ピンまっすぐです。ナイスオンです。芹川選手のセカンド、左奥のバンカーです。ちょっとうまく出ませんでした。3打目うまく出ませんでした。永峰選手、2打目グリーンエッジから5ヤードぐらいのところに来てます。ナイスですけど2メートルぐらいオーバーでしょうか。芹川選手の4打目です。和田選手はセカンドショット見事にピン左手前3メートルぐらいのところにつけて、これからバーディーパットです。ナイスバーディー。永峰選手のパーパットです。2メーター半ぐらいでしょうか。残念、ボギーとなってしまいました。芹川選手のボギーパット、1メートルちょっとです。ダブルボギーとなってしまいました。14番ホール505ヤードパー5です。ティーショットはまっすぐで、セカンドサードショットにかけて心持ち右に上ってく感じのパー5です。14番ホール和田選手のティーショットです。ナイスショットです。フェアウェイど真ん中です。14番ホール永峰選手のティーショットです。これもナイスショットです。フェアウェイど真ん中です。芹川選手14番ホールティーショット、これも素晴らしいショット。3人ともナイスショットでした。
あの地点から打ったティーショットが3人とも同じ位置に、ほぼ同じ位置に着弾してます。右ドッグレッグのロングホールです。セリカ選手のロングホール2打目です。フェアウェイど真ん中です。長峰選手2打目です。これから2打目です。ナイスショットです。和田選手もこれから2打目です。ナイスショットです。芹川選手の3打目です。向かい風で115ぐらいですね。手前ナイスオンですね。和田選手113ヤード3打目です。ちょっとこれは右に、私これはちょっと和田選手としてはミスショットです。長峰選手の3打目です。100ヤードぐらいのショットです。おっとショートしてしまいました。ちょっと向かい風です。高峰選手の4打目です。お見事です。これはタップインパーが取れそうです。和田選手の3打目は、私がセカンドショット、3番目打った時グリーンにこぼれたかもと言いましたが、大変失礼しました。グリーンに残ってました。これからパーフェクトです。ナイスタッチです。セリカー選手のバーディーパットです。3人とも1メートル弱のパーパットを残してます。まずは長峰選手から。ナイスパーです。続いて芹川選手です。ナイスパーです。ナイスパー。15番ホール350ヤードパー4です。手前に池がありますが、これはまあ特に関係ないでしょう。まっすぐのパー4です。15番ホールパー4、これから和田さんのティーショットです。
ナイスショットです。15番ホール長峰さんのティーショットです。ナイスショットです。フェアウェイやや右、非常に飛んでます。15番ホール芹川さんのティーショットです。ナイスショット、綺麗なドローがかかってかなりランも出てます。芹川選手残り140ヤードです。綺麗なドローがかかってナイスオンです。もう寄ってってます。ナイスオン、旗にまっすぐ向かってってナイスオンです。これも縦位置なのでわからないんですけども、かなりバーディーチャンスかもしれません。和田選手のセカンドショットです。右にナイスオンです。全員バーディーチャンスに乗ってます。和田選手のバーディーパットです。3メートルぐらいです。惜しい。長峰選手のバーディーパット2メートルぐらいです。ナイスバーディーです。続いて芹川選手もバーディーパット2メートルあるかないかぐらいです。残念。